今日はこの間使った米粉のパンケーキミックス、これを使って、うん、ポンちゃんのおやつを作る。ポンちゃんのおやつ、うん、いいね。パンケーキか。そう、パンケーキで、本当はこれ水で溶かして焼くだけでいいんだけど、うん、せっかくヤギミルクがあるから、うん、このヤギミルクで作ると甘いんだって、うん、おやつっぽくミルクで作りたいと思います。はい、じゃあまず開けます。で、分量がちょっといまいちどのくらい食べれるかわかんないんで、30g で作ります。 30g って結構あんな。これにミルクを入れます。水分が少ないとふんわり厚みがあるパンケーキになって、うん、水が多いとちょっと薄めの薄い生地のパンケーキになるんだって、うん、混ぜます。ん？全然水分足んないな。ポンちゃん待っててね。あ、でもなんかね、すごい甘い匂いがしてきた。この間のクレープより感じだ。待ってね、もうちょっと。いい感じ。ひっくり返します。いいじゃん、いいじゃん。すごい美味しそう。いい匂いしてきた、ポンちゃん。すごい香ばしい、いい匂い、うん、焼けてる、オッケー。ポンちゃん、これ美味しいぞ。ポンちゃん、美味しい、これは。オッケー。はい、完成。ヤギミルク入りパンケーキです。じゃあ、おやつです。ポンちゃん、あ、お座りよ、お座りよ、お座り、お座りして、お座りして、お座り。待てよ、待て、待て、待て。おいしい？どうですか？
本当美味しい？もうちょっとちっちゃくいた方がいいのかな。美味しいのかな。もう、いや、完全に冷めてたと思うけど。パンチ美味しいかい？パンケーキだよ、これパンケーキ。美味しい？パンチおしゃれなもの食べてんだよ。完食。探してんの？どっかに落ちてないかなって探してんの？ね、ないね。もうなくなっちゃったね。もう半分だけあげる？うん。なくなっちゃったよ。美味しかったの？そんなに。ね、そんな美味しかったですか。食パンに近い。うん、そうだね。うん、甘みが、うん、少し甘い食パン。ほんの少し甘い食パン。うん、次回は何食べますか？